インフォメーション。パルインフォメーションの時間です。 F 南南海放送ラジオでは、南海放送が掲げる愛媛主義のもと、地域社会とのお互いの発展を目指すため、 F 南を活用した地域情報の発信に関する連携協定、パル協定を愛媛県内各自治体や関係団体と順次結んでいっています。そのパル協定を結んだ愛媛県内各市町などの情報をお伝えしているのがこのコーナーです。今日は正木町からの話題です。気軽に楽しめるエンジョイホッケー大会についてお伝えしたいと思います。詳しいお話を、正木町のホッケー係長という異名をもお持ちですね、社会教育課ホッケー係の吉岡明義さんに伺います。吉岡さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。正木町教育委員会、社会教育課ホッケー係の吉岡明義です。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそ。吉岡さんは元ホッケーの その日本代表なんですよね。はい、そうですね、はい、だから、あの、地元では、あ、失礼、ちょっとハウリングしてますね。そちらで吉岡さん、ラジオかかってたらちょっとボリュームを落としていただいて。あ、そうですね、ラジオの方は、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。失礼しました。はい、だから、地元だともうホッケー係長として名を馳せていらっしゃるんでしょ。いや、そんなことないと思いますけどでも、あの、正木町にはなんか立派な競技場もあるそうですよね。はい、正木町では、あの、7年前に開催されました愛媛国体を機に、はい、町内に県内初の日本ホッケー協会公認の人工芝競技場を整備しました。うんうん、県内でも珍しい青色の人工芝を採用し、愛媛国体終了後も町内のスポーツ少年団、中学生のクラブチーム、県内高等学校ホッケー部の皆様に施設を利用していただいております。はい、また、ホッケー男子日本代表侍ジャパンや県外強豪の大学生チームが多数来県し、競技力向上を目的とした強化合宿でも利用されている競技場となります。あの、ホッケーの街として、はい、世界で活躍されているような若い方も出てきてるんですよね。そうですね、はい、伊予高校 の、はい、あの、平井義乃さんが今おりまして、平井さん、はいはい、現在伊予高等学校女子ホッケー部のホッケー部で主将を務め、うん、今年度18歳以下の日本代表選手にも選ばれました。ほう、昨年9月に韓国遠征、11月にはマレーシアでの国際大会にも出場しました。うん、特に9月の韓国遠征では試合終了間際にチームの危機を救う国際試合初ゴールを決めるなどの活躍をされました。ほう、7年前に開催されました愛媛国体を開催を機に、正木町が募ったホッケー体験教室でホッケーを始めた平井さんは、スポーツ少年団、正木ホッケークラブと地元で力をつけ、2年前には15歳以下の日本代表選手に選ばれるなど、はい、着実に世代別の日本代表に選考され、うん、次は県内初のホッケー女子日本代表桜ジャパン入りと、4年後のオリンピック出場を目指している有望な選手です。はあ、だから、まあ、きっともう正木町の皆さんは、ね、平井さんを応援すると同時に、はい、あの、ホッケーの魅力もよくご存知だろうと思うんですけど、はい、あの、さらにこのホッケーの魅力を、まあ、知ってもらおうと開かれるのが、3月予定されているエンジョイホッケー大会なんですよね。はいはい、そうですね。これはどういう大会になるんですか。はい、先ほども言いました町民の皆さんにさらにホッケーの魅力を体験していただくことが、まあ、普及にもつながりますので、はい、怪我なく安全なホッケー用具を準備し、うんうん、青い人工芝のホッケー場でエンジョイホッケー大会を、開催をいたします。なるほど。大会形式なんですけど、1チーム3人から5人でチーム構成をしていただいて、うん、試合に出場できる選手は3人としますが、選手の交代は自由となります。ははは、はい、ご家族、ご友人、職場仲間等でチームを構成していただければと思います。うん、試合時間は前半3分、後半3分で、
ピッチの大きさは縦が約12メートル、横が約6メートルで行う予定にしております。これ公式の試合だと前後半って何分ずつなんですか？はい、公式だと、15分の4クォーター、クォーター制になりますね。結構ハードですね。そうですね、はい、まあ、合計60分の試合時間になりますので、はい、やったことないんですけど、はい、硬くないんですか、あの、ボール。あ、ホッケーの公式のボールは、大きさは野球ボールの大きさぐらいなんですが、はいはい、ボールの硬さはゴルフボールみたいな形の硬さになります、ね。まあ、普通にカチカチですよね。そうですね、はい。はい、で、今回は、はい、そのスティックも安全なものを使用できるんですよね。はい、そうですね。ウレタン製のスティックと柔らかい、素材を使っておりますので、うんうん、はい、まあ、スティックは体に当たっても怪我はすることはなく、うんうん、あとボールの方も、うん、素材的にはちょっと穴の開いた、はい、はい、ゴルフで使う、ゴルフの練習でとかでよく使う、穴の開いたボールになるんですが、ちょっと軽めの感じの、そうですね、プラスチックみたいな感じのボールになるんですかね。はい、そちらのボールを今回、使用させていただこうかなと思っております。わかりました。まあ、それならね、安心ですよね。ちょっと怖いなと思って、ね、何も知らないと硬そうだなっていうのありますけど、そうですね。はい。わかりました。これ体験してみたいという方は、どうすればいいですか？はい、そうですね、参加方法とかにつきましては、はい、まさき町の広報誌か、まさき町の公式ホームページの方に今アップしておりますので、うんうん、はい、そちらの方をご覧いただくか、またお問い合わせにつきましては、まさき町社会教育課ホッケー係までお願いしたいと思います。わかりました。ぜひまさき町広報誌および町の公式のホームページも一度覗いてみてください。はい、お話伺いました。まさき町のホッケー係長、吉岡明義さんでした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。毎週月曜から木曜の午後3時からは、パルインフォメーション、このような形でお伝えしています。このコーナーは、ポッドキャストでも配信しています。南海放送ホームページのチップス、または、パル協定インフォメーションのページから、また、Google、Apple、Spotify、Amazon のポッドキャストサービスからも聞くことができます。番組終了後1時間から2時間で当日の放送が聞けますので、ぜひそちらでもお楽しみください。次回は明日です。水曜日もぜひお聞きください。パルインフォメーションでした。